FM 流進堂 DJ の流進です。今回はスマートフォンの方で録音をしたいと思います。いつもはね、録音機を持ってまして、それで録音機の方でデジを撮るんですね。で、もともとデジオっていう媒体はそんなにいい音質は必要ないんですよ。ラジオっていうね、電波、短波ですね、短波の方のラジオと比べるとデジオっていうのは相当音質がいいわけなんですけれども、それでもね、もともとそんなに音質っていうものが大事な媒体じゃないわけですよね。でそこはまあ音楽芸術とは違うわけなんですけれども、ただね、最近はもうあんまりご無沙汰して会ってませんけれども、昔デジオ友達がいろいろいまして、それでその友達なんかから結構デジオの感想とか聞くときに、僕のデジオの音質がまあすごく悪いっていうことで、よくそれが話題に出てたので、あんまりそこは言われたくなかったっていうのがあったんですね。それでそういうことがあって、ちゃんとした録音機っていうのを買ってですね、使うようになったわけなんですけれども、いつもはねその録音機持ってるんですね。それでそこで、デジを取るんですけれども、デジを取るにあたって大事なことっていうのは、録音機で撮ることではなく、撮りたい時に撮るということだと思うんですよ。で、やっぱりデジをやるにあたって、その日その日の、体調だったり、もしくは気分だったり、そういう精神的なもんですね、やる気だったり、メンタリティっていうのがすごく大事だと思うんですけれども、そのメンタリティっていうのと、録音機の関係っていうのは結構直結してるんですよね。だから、なるべくなら、撮りたいと思った瞬間に撮りたいわけですよ。人間っていうのはわがままだからね。だから、今日撮ってるわけです。で、もう一個は、スマートフォン、去年の7月から、スマートフォンっていうものを使うようになりまして、僕としてもね、周りで iPhone だ。iPhone 持ってる人がたくさんいたので、横目でね、見ながら、ただ僕は au ユーザーでしたんで、あんまりこう、会社を乗り換えたくないっていう思いがあったので、au のままずっと使ってたんですね。それで au のスマートフォンの中で、最近すごくね、使いたくなるような、一個の、完成形といいますか、完成っていうのはないんでしょうけど、普段の常用に耐えられそうだなっていうものが一個あったので、それをね、今、使ってます。で、そのスマホの、使い心地を試す意味でも今、録音してるわけですね。実験放送でもあるわけです。実験録音、実験放送でもあるわけですね。で、ただね、携帯電話でね、デジを取る欠点が1個あって、車運転してるときって、あれじゃないですか、携帯電話禁止じゃないですか。それで、録音、デジを取ってるんだけど、今まではね、録音機の場合は、電話してませんよ、録音機を持ってたんですよ、録音してたんですよって言えるんだけれども、携帯電話を持ってる場合ね、運転中に携帯電話で電話してる姿と、レジを取ってる姿が全く一緒なので、これ捕まるなって思うわけですよ。で、今運転しながら、レジを取ってるので、これやべえ、捕まると思う危険性があるので、録音の方はここら辺で終わらせていただきたいと思います。なんだよって今ね、聞いてる人思ったかもしれないんですけど、すいません。そんな感じなので、今回は試験放送ということでご容赦ください。失礼します。